日本徳島県小松島市和田島町、大高は松田神殿付近小松島市立和田島、小学校は田島町は徳島県小松島市の町名。2016年2月末現在の人口は3869人、世帯数は1625世帯。郵便番号は郵便番号773-0025、あざ松田神殿のみ郵便番号773-0031。 小松島市の東側、中川の北側に位置しており、半島上の佐市の地形をしており、南側以外の方角を海に囲まれている。地元では和田と呼称される。全体的に平坦で、標高0メートルの土地が大部分である。和田とチリメンと呼ばれるチリメン、ワカメの産地である、のどかな漁村であり、天気の良い日は日峰山、または徳島市沖ノ巣地区の港町、 大なる飛ばし、淡路島が見える絶景の場所であったが、現在は開発が進んでおり、海上自衛隊小松島航空基地が完成後は、航空隊員の移動が激しい。また、小学校の近くには、新興住宅地があり、住民が多く、小学校の児童数も多い。人口は1995年前後には、増加傾向であったが、最近は減少してきている。 西浜市徳島県道218号は打倒、赤石線松田新殿徳島県道273号、大京原今津浦和電池線公共機関のインフラ設備が貧弱で、バスが1日に10便ほどしかなく、自動車が主な交通手段であり、モータリゼーション化が進んでいる。地区内にはないが、4km 先の赤石町に、JR 赤石駅がある。ありがとうございます。